はい。それでは2017年2月実施、早稲田大学小学部の解説をしていきます。はい。今年の出題の一覧です。まあ、ご覧のとおりですね。例年の形式ですね。大門1番古代、大門2番中世、大門3番近世、大門4番近代ですね。大門5番が近代の経済史で、大門6番現代史という形になります。文章記述問題が大門6番で、30字が今年は出題されています。 それから、まあ、相変わらず資料がよく出てますね。大問2番で、定番資料が2つと、未見資料1つ。大問3番、未見資料。まあ、これは解説文付きですかね。それから大問4番。まあ、ここも未見資料が出題されています。で、早稲田の日本史、生語問題をどう攻略するかですけど、ポイントはですね、地名の語文ですね。これを見つける意識っていうのが大事です。 明らかに誤っている。しかも、内容としては教科書の基礎レベルの内容ですね。ですから、これを見落とさないことが大事です。で、そのためにはですね、時期の判断、それから内容の判断、この2つをですね、分けてやることが大事で、まず時期判断ですね。だから、最初に時期判断、次に内容判断をする。分けた方がいいです。一緒にやると忘れたりする可能性がありますので、はい。 時期判断と内容判断の具体的な中身については、まあ、ご覧ください。はい、もう一つはですね、保留する勇気を持つっていうことですね。これは本番を想定した場合に非常に重要になります。というのはですね、次第の入試問題は、受験生が戦後判断できない選択肢、要は知らんよ、困難っていうのが入ってるんですね。で、そういう選択肢にぶつかったときに、 正誤判断をしないっていうことが大事なんですね。ですから、判断しないわけですから、保留するってことですね。はい。で、特に、語文選択の場合、例えば、誤っているものを一つ選べっていう場合はですね、その選択肢が判断できなかったとしても、他に明らかな誤り、字名の語文ですね、これがあれば、それが答えになるわけですよ。ですから、慌てないことです。はい、はい。 どうせこの後に地名の語文があるんでしょっていうような意識を持って選択肢を見ていく。で、わからないものは保留するっていう意識が大事です。わからないからって動揺しないこと。これが大事になります。で、早稲田の日本史の正語問題で難しいのがこのケースなんですよ。地名の成分を選択する場合。で、どういう場合かっていうと、まず、 正しいものを選べ。で、その際に、正しいものを選べってことは、他の選択肢、例えば4つあったら、4つが全部、5分であるっていうことを見極めていかなきゃいけないわけですね。ところが、そういった場合に、この選択肢が入ってくる。受験生が正語判断できないものが入っている場合、 どうなるかっていうと、残りの4つのうちですね、例えば1つが、これ正しいか合ってるか分かんねえなってなるわけですね。で、そうなっちゃうと、例えば答えが2つとかになる可能性があるわけですよ。自分としてはこれ正しいなって思う選択肢と、いや、これ正誤判断できないなっていう選択肢が1個あると、答えの方法が2つあるっていうことになるわけじゃないですか。つまり、保留法が通用しないっていことなんですね。 でただ、早稲田の場合、こういうケースのパターンの場合はね、地名の成分っていうのを選んでいくことになるんですよ。明らかな成分ですね。で、ここが難しいんですよ。予備校講師もですね、正誤問題解くときは、基本的にこの選択肢のここが間違ってるっていうのを一個一個弾いていくんですね。で、最後に残った、あ、絵が成分だ、みたいな形で答え出すんですよ。 ところが早稲田の場合はそれが通用しない問題っていうのが結構あるんですねで受験生は多分これが一番難しいと思いますでただ大学側も多分配慮はしてると思うんですこの地面の成分を思い切って A って選ぶ場合はですねややその成分の難易度が低いんです教科書の基礎的な知識を使って文章を作ってたりするんですね なので、まあ、このケースの場合は保留法は通用しないんですね。使えないんです。ですが、まあ、あが明らかに成分だからこれが答えなんだろうなっていう形で答えるケースがあります。ここがまあ一つ、総大日本史の正誤問題におけるポイントになります。はい、それでは題問1番から見ていきます。題問1番、すべて適当なものを1つ選べという形式になっています。問いの絵です。 河川部位に関連して幹武天皇の政策として正しいものはどれかということですが、幹武天皇ですね、これについて正しいものを一つ選べということで、1番、増用の期間を年間40日に減らした。これは40日じゃなくて30日ですよね。もともと60日だったものを還元させたわけですから、はい、これはいいと思います。2番、半電の期間を12年に改めたということですね。まあ、これは成分で、まあ、これはもう選べると思いますけどね。3番、 薬庫の利率を2割に引き下げたということですけど、これは誤りで、2割ではなく3割。もともと5割だったものを3割に引き下げたんですから、この2割、これが誤りと。4番、早人を正当したですね。まあ、早人ではないですよね。坂の上田村はなどを派遣して、江見氏を正当しています。5番、白木遠征計画を立てたということですね。 白木遠征計画で受験生が知っておきたいのは、水子町とか藤原の中丸政権ですけど、まあ、いずれにせよ、カンマそのような政策は立ててませんので、まあ、語文も自明ですしね、成文も自明ですから、答え2番ということになります。問いの B、空欄炉に当てはまる自明はどれかということですね。 造営長官の藤原多熱が暗殺されると、計画は頓んし、皇太子であった沢良親王は罪を問われ、炉に流される、つまり、沢良親王が流された場所ということなんで、まあ、これは淡路ですよね。ですので、選択肢の3番を選べばいいということになります。まあ、これは小学部だったらできなきゃいけないかなという感じはします。問いのし、河川部派について述べた文として、誤っているものはどれかということですね。 河川部派は随分長いですね。佐賀天皇、平成太上天皇と対立し、二所の朝廷と言われた政治的混乱が生まれたが、クロードのところを設置するなど、この争いに勝利したということで、まあ、平成太上天皇の変に関する記述ということになります。それについて誤っているものです。1番、平成太上天皇は平城京に遷都しようとした。まあ、だからね、平成太上天皇というわけですから、まあ、これは成分なんで消します。2番、藤原クスコは自殺した。まあ、これもいいと思いますね。 3番、クスコの父は藤原種次であるってことなんですけど、まあ、これどうなんですかね経図、まあ、見てれば分かるんですけど、まあ、分からなければ保留ですかね。4番、藤原中成は射殺された。まあ、これもいいと思うんですねで。5番、平成大上天皇は自殺した。まあ、これ自殺してないことは多分自明だと思うんで、これが語文であることは自明なんで、まあ、ちょっと成分の中に引っかかるものがあったとしても選べると思います。問いの D。 河川部2に関連して、大乗天皇になったことのない天皇は誰かということなんですけど、まあ、答え5番なんですよね、結論から言うと。で、多分2と3は判断できると思うんですよね。佐賀天皇と聖武天皇は、まあ、上皇になってることは、多分大丈夫だと思うんですけど、まあ、1番の宇田天皇と4番のね、淳奈天皇はどうなんだろうっていう感じですかね。まあ、淳天皇はね、うん、まあ、両党鉄立だったということが分かってくれれば、まあ、 なんとなくって感じなんですけど、た、まあ、多分ちょっと1番が難しいのかなと。で、まあ、結局、要は、幹部天皇が上位してない、まあ、最後まで天皇だったっていうことを判断する必要があって、まあ、なんとなくみんな選ぶような気はするんですけど、まあ、日本史が苦手であれば、まあ、落としてもいいかなという感じはします。なので、ややなんという表現にしてあります。問いのいい、河川部法について述べた文として、誤っているものはどれかということで、河川部法は、上和の辺ですかね。これについて誤っているもの、これを選びなさいということなんですけど、1番。 トウモコミ峰が配慮されたというのと2番道安信吾が皇太子となった、まあ、これはもう自明の成分なんで消せると思います3番藤原元常の陰謀と考えられているということですねまあ近年の研究だとね藤原氏の陰謀というよりは人形天皇主導なんじゃないかとかって指摘もありますけれど少なくとも藤原の元常でではないですよね。義房の誤りですので、まあ、これが明確な語文ですから3番を選ぶっていう感じですかね 4番は、まあそうですね、日本史が得意で点数取りたいんだったら覚えておいていいと思います。はい。5番、まあこれはもう当然自明っていう感じになります。問いの F、河川部、へに関連して、不死関係にない天皇の組み合わせはどれかということですね。まあこれはもう系図見てれば自明だろうと思いますね。えっと、正解が全部選べると思うんで、まあ5番、妖精天皇と高校天皇、これ不死関係にはないですね。妖精天皇辞めさせられて、 でその後はあの年上の高校天皇という文脈が分かっていれば多分これは判断できるだろうというふうに思いますということで答えは5番ということになります。問いの字、空欄等に当てはまる寺院はどれかということですね。で、都の前後を見てみると、平安初期には独特の芸術文化が花開いたということで、まあ、これは公認上官文化ですよね。で、都の五の塔でまあ空欄に 寺の名前を入れなさいということなんですけど、まあ、これはもう公認書が文化で分かれば、室伏子で分かると思います。答えは1番です。問いの H、空欄地に当てはまる人はどれか、それから問いの I、空欄 D に当てはまる極は何かということで、空欄が近いので一遍にやってしまいます。仏像彫刻では奈良時代の十二神肖像でも著名な地の薬師如来像が挙げられるということで、まあ、ここら辺ですよね、十二神肖像でありますから、新、まあ、薬師寺であることは、まあ、これは 小学部だったらこれはもう細かいって言ってたらダメですね。はい。それからこの時代の仏像彫刻は神秘的な表現を持つ。まあこれは公認上眼文化ですからね。一木作りということで。まあこの文章がやっぱ旧世紀の公認上眼文化だっていうのがきちんと分かってるってことがポイントになります。はい。答えはそれぞれ5番と3番ということになります。問いの J。クーランヌに当てはまる語句は何かということですけど、 本庄寺不動明王像というふうにありますから、まあ、寄不動ですからね、答えは、まあ、黄色を選べばいいんで、4番と、まあ、いうことになります。まあ、ここら辺も、まあ、抜かりなく、やっぱり、文化史きちんと、やっぱり、小学部だと準備しておく必要がありますんで、これはもう全部正解したいところですね。題問2番です。次の資料、1、2、3を読んで、下記の説問に答えなさいということで、回答は最も適当なもの1つですね。書く問題1つということになります。 資料1と3はまあ見たことありますかね定番資料ですけど、資料2番はまあ未見資料かもしれません。問いの絵、河川部 E の人物についての説明として正しいものはどれかということですけど、まあ、資料はもうこれいきなり六原殿ってありますしね、まあ、2行目が有名ですよね。この一問に荒ざむ人は皆人否になるべしですから、定番資料の平家物語ですね。そうすると、1行目の河川部 E 入道小国、平野清盛であることは自明だろうと思いますので、清盛に関してですね、 正しいいいものを選んでくださいとということになります1番、源義一家を打って勢力を伸ばしたということですね。これは小学部レベルだったらできたいですね。源義家の子供で対馬神だったんですけど、これ朝廷に反乱を起こしたんですよね。鎮圧したのは平の正盛ですね、清盛のおじいさんに当たりますので、これは古文で消えます。2番、方言の乱で源義朝と敵対し戦ったということですけど、清盛が義朝と敵対したのは平治の乱ですから、まあ、ここが違うということですかね。2番も消えます 3番、羅城大臣となった。ですね。まあ、これはもう自明で多分選べると思います。ですから答えは3番ですけど、4番、福原京遷都の直前に死去したということですけど、まあ、福原遷都を、ね、清盛がやっているわけですから、これはもう知りのはずないし、5番、娘の徳子を五色家天皇を中宮にしたですけど、これは誤りですよね。高倉天皇の妻になってますから、これも明らかな古文ということで、答えは3番ということになります。問いの B、空欄炉に入る人名はどれかということですね。 まあこれはいいんじゃないですかね。えー、この一門にあらざる人は皆認否になるべしですから、まあこれは有名な平の時忠教ですからね、時忠を選べばいいんで、空欄4ということになります。 問いの C、空欄半に入る関数字はどれかということですね。日本秋津島はという書き出しで始まりますね。えわずかになんちゃら過国ですね。平家、稚魚の国。まあ、これは30余りっていうのは、これ有名な話ですけどね。だから、日本にどれくらい国があるかっていうことですから、まあ、これは知識で3番の66。まあ、これは定番資料の空欄補充ですからね、できないといけないかなという感じはします。問いの D です。 下線部法は日相貿易によるる。利益のありさまを示している次の A から D のうち、日総貿易に関連する説明として正しいものが2つあるが、その組み合わせはどれかということですね。まあ、いろいろ書いてありますけど、日総貿易に関連する説明として正しいものを2つですねで。その組み合わせを選びなさいということになるので、まあ、選択肢順番に見ていけばいいわけですね。A、日本からの輸出品は金、硫黄、漆器などがあったということですね。 まあここら辺の項目に自信がなければね、異様はじめでいいと思うんですけど、金とかわからなければ保留してもらえればいいかなと思います。B、秋の国の温度の瀬戸が改作されたということですね。温度の瀬戸、これが秋の国かっていうのがちょっとやや細かいですけどね、小学部受けるんだったら成分と判断してほしいですけどね。C、泉の国の大和田の泊まりが集築された。これはもう明らかな部分ですね。摂津の国ですから、これは違うなと。 D. 層が何層になると貿易が衰えたということですけど、そもそも日層貿易の層って何、ねまあ、層ですしね、鎌倉時代も貿易やってますから、貿易は衰えたの部分が明らかに誤りなんで、まあ、要は語文が明確なんで、A と B の組み合わせ、つまり1番を選べばいいということになります。問いの E. 空欄へとに入る語句の組み合わせとして正しいものはどれかということですね。資料2番の空欄にあるわけですけれど、 もう個人、へととに襲来し、すでに合戦をいたすのよし、各へ,へ中止申すところなり、と、まあ、いうふうにありますね。で、資料に、かの京都寄せ来たらば、国中の本城両家一園地の住人を、まあ、 迎撃ささせなないいみたいなことを言ってるわけですね。まだ来てないわけですね。ここ、家庭の話ですから。で、これ当然わかると思うんですけど、元軍が九州北部に来襲する前だっていうのは読み取れると思うんで、そうすると、じゃあ九州北部の前にすでに合戦してるって言ってるわけですから。まあ、朝鮮半島と 九州北部の間にある島っていうことで、選択肢を見ていくと、まあ、これはもう対馬と行きしかないので、答えは5番ということになります。対、ま、馬、あ、と行きっていうのは、はっきり分かんなくても、これ選択肢を眺めればですね。まあ、筑前とか、まあ、飛前とか、まあ、ここら辺は違うな、とかっていうふうに判断できると思うので、5番は選べると思います。 問いの F 河川位に関連する説明として、正しいものはどれかということですね、河川淵は先ほどの資料文で見た、本庄両家一ンチの住人らを愛催しっていうふうにありますから、まあ、ここですよね、これが本庄一ンチ住人、つまり非御家人だっていうふうに、まず理解できることが、まあ、ポイントになりますけど、それさえ分かれば、答えはもう2番であることは、自分ですよね、非御家人ですから、支配が及んでなかった荘園公領に住んでると。 本来、幕府の軍事動員に応じる必要はないわけですよね。まあ、天皇家とか摂関家とかに使えてるんでしょうけど、まあ、ところが現行はまあ、ね、要は緊急事態だということで、2回目の公安の駅の時ですよね、幕府は朝廷の許可を取って軍事動員を図ってます。で、まあ、これが、ね、幕府の権限強化っていう話でね、まあ、よく説明されますんで、答えが2番であることは自明だろうというふうに思います。問いの字、河川ぶりの人物はどれかということですね。資料2番。 まあ、幕府が出した文書の一番最後、武蔵の神と相模の神これ、連番で署名してるわけですから、まあ、執権と連書だろうなっていうのはわかると思うんですよね。で、まあ、相模の神なんで、まあ、相模ってね、鎌倉のあるところですから、まあ、当然、これが執権ということになるんですけど、まあ、それが分かんなくても、まあ、執権と連書だろうって当たりをつけて、問いの字、まあ、これ見ると、ま,あ、まず執権と連書ですが基本法条なんですよね。で、そうすると、1番の法条定時と、4番の法条時宗、これが残るわけです。 でそうすると、まあ、佐田時って幼くして執権になったっていうのは、多分受験生、勉強してると思いますから、まあ、幼くして連勝になるっていうのは、これ、日本語おかしいんで、でそうすると、あ,まあ多分相模神って執権なんだろうな、で、ああ、現行の時の執権だから、時宗選べばいいんだろうなっていう感じで、答えは4番、まあ、選べるだろうというふうに思いますし、まあ、これは正解したいところですね。 で、ちなみにこれはやっぱ覚えておくといいと思います。相模の神、これが執権のことで、武蔵の神がこれは蓮所のことです。これはね、あの資料出たときに結構ね、あの、聞かれたりしますから、まあ押さえておくと、まあ、次第受験で便利だと思いますんで、まあ一応復元しておきます。問いの H、河川部ぬに関する説明として誤っているものですね。河川部ぬは境で、これに関して誤っているものを一つ選びなさい。1番、 大内義弘は足利義満に挑発され、ここで挙兵したが廃止したということですね。応援の乱ってやつですけどね。ここで挙兵したけど廃止した。まあ、これは正しいですね。これ押さえといていいと思います。早稲田レベルではこれ結構出てるんで。はい、で、正しいものですから消します。2番。ここの商人と結んだ山梨は、大内氏と日民貿易の主導権を激しく争った。これは明らかな古文ですよね。堺商人と結んだのは細川氏ですから、まあ、山梨では当然ないんで、5分の2番を選んで、答えは2番と、まあ、いうことになります。 はい、問いの I、クーラン・ルに入る年はどれかということですけど、まあ、これは定番資料で、もうベニスであることは自明答えは1番ということになります。問いの J、クーラン後には西暦が入るが、この西暦の世紀に起こった出来事はどれかということですね。でそうするとまず、まず、あ、資料がガスパル・ビレラの八楚海市日本通信ですから、まあ、そうすると、ガスパル・ビレラは宣教師なんで、まあ、そうすると16世紀ですよね、基本的には。 南蛮人がやってくるのはっていうことで、まず16世紀とあたりをつけますと。でまあ、そうすると戦国時代か安土桃山時代だから、まあ、それ以外の時代は全部消していけばいいってことになりますよね。でそうすると1番、島津市が琉球を征服した、まあ、これも江戸時代ですから、いきなり違いますよね。1609年、まあ、これ、次第考えたらまあ当然、西暦年いるんですけど、まあ、それが分からなくても江戸時代だから違うなみたいな。2番、武田信広らがアイヌの蜂起を鎮圧した、古、ま、謝、あ、満員の戦いですからね、これ室町時代でやってるはずなんで。 でちなみに、ここの武田信弘をが愛の蜂起を鎮圧したっていうのを、うっかり釈迦院の戦いだと理解したとしても、釈迦院の戦いだと江戸時代ですから、まあ、消せることは間違いないと思うんですね。3番、伊達政宗が長谷倉常長をスペインに派遣した。これ、江戸時代でありますから、もう全然違いますよね。はい、17世紀の記述ということで、1から3は自命の語文ということになります。4番、バスコダガマがカリカットに到達した。 5番、マゼランがフィリピン諸島に到達したってことなんですけど、んまあ、ちょっと世界史的な知識が問われてるわけですね。で、えーと、カリカット到達が15世紀の末なんですね、これ。つまりインド航路の開拓の話してるんですけど、で一方のスペインの、まあ、支援を受けたマゼラン、これはフィリピン到達するの1520年代、21年ですかね。なので5番が正解なんですけど、た、まあ、だからこの2つの出来事のうち、4番の方が早いんですよね。 で4番の方が早いから、まあ、きっとこれ違うんだろうなって言って、まあ、消去できれば正解できるんですけど、まあ、ちょっと難しいことは事実なんで、一応、ややなんという表現にはしてあります。はい、答えは5番ということになります。問3番問いいの A でですすにあたる人物は誰かととうことですけどね でこれ資料文と解説が与えられてるんですけど、資料文はです、ね、これ読まなくても、解説文のです、ね、江戸時代の対岸県警の仕組みを表す語として、ロがってあるんで、炉、まあ、に鎖国が入ることはまあすぐ分かると思うんですね。でその後にです、ね、その鎖国が使用されるようには、この資料をもって所見とされるってことですから、まあ、これ、鎖国論ということになるわけですね、資料としては。 で、えー、クーランイはですね、クーランイの後にちょっと書いてあるんで、そうすると、まあ、しずき忠夫は翻訳者ですから、まあ、著者はケンペルっていうことになるんですね。でところが、ですね、これ選択肢見ると、3がしずき忠夫で5番がケンペルって、まあ、両方答え載ってるわけですよね、選択肢として。でそうすると、たぶん、ずき忠夫を選んじゃった人もいるんじゃないかなと思うんですよね。要は、ちょっとていう部分から、まあ、著者はケンペルだよね。 っていうで多分ん、この点が一番、この問題はまあ悩ましいというか難しいということなんで、まあ、間違えても仕方ないかなと思うんで、ややなんという表現にはしてありません。だから基本的にまあ著者ですから、まあ、ケンペルになると思うので、まあ、5番が選べてほしいなというのが個人的な見解です。問いの B、江戸時代の空欄炉という状態について、正しく説明しているものはどれかということですね。空欄炉が鎖国ですから、まあ、鎖国という状態について、正しく説明しているものを選びなさいということですね。 1>, 1番、外国船が入港する港では人々はそこへ行けば自由に外国商人と取引できたということですね。まあ、これはもう明らかな語文ですよね。まあ、長崎の手島に自由に出入りできないことはもう致命ですから、はい。2番、多くの藩では貿易による収益を見込めず、船舶制の採用など、反省改革によって財政を補ったということですね。 まあこういう勉強はしてないでしょうけど、まあ、貿易による収益見込めないことはまあ自明ですし、でまあ、そうするとね、まあ、どうやって財政を補うかというときに、潜、ま、培、あ、性に関して知識があれば、まあ、正しいんだろうなという推測は可能ですよね。ですから、まあ、2番に関しては、まあ、正しいんだろうなみたいな形で保留にすればいいですね。3番、注文改め制度が成立したのは、クーランの子が使われ始めた後であるということですね。 まず、終門改めに関しては、島原天草一揆などに全国展開が進められて、大体それがまあ完成するのが家綱紀ということになります。一方、クーラン・ロの子ですから鎖国ということになりますけど、これ、た忠おが鎖国、これ翻訳したのはまあ18世紀末から19世紀初頭ということになりますから、家綱紀と明らかに時期が違うということになります。 でまあ、当然、家綱きの方が先に行きますから、鎖国っていう言葉が使われた後とっていうここの部分はまあおかしいということになりますので、誤分ということになります。4、空乱炉の状態は、この時代が終わるまでは幕府にとって否定されるべきものであったとっいうことなんですけれど、これは誤分ですよね、資料に、名君未来におこいたまいて、このこと決定成就したまうって、名、まあ、君とかって言って、まあ、要は鎖国の状態をまあ褒めてますんで、 まあそうすると、否定的に捉えたものではない、つまり幕府が否定したものではないということですね、でちなみにまあ歴史的な経緯を見れば分かですけど、明治政府は五箇条の正門で、開国和信とか言ってますから、鎖国をまあ否定的に捉えたのは明治政府だっていうふうにまあ理解できると思うんで、まあ、その観点からも誤分だっていうのは分かると思います。 5番、江戸時代の人々はヨーロッパの思想に触れる機会はなかったということですけど、まあ、これは蘭学を想起すれば当然、5文だっていうのはわかると思うんで、まあ、そうすると、まあ、推測で成分かなと判断した2番が、やっぱり答えになるのかなという形で2番選べるんじゃないかなと思います。問いのし、この資料の単位としてふさわしいものはどれかということですね、この資料の代替の意味としてふさわしいものですから、まあ、読み取り問題ということになります。 で、読み取り問題の場合ですね、必ず先に選択肢、まあ1から5あるわけですけど、これを全部見ていってください。で、選択肢1読んで、例えばね、日本はこれまで東アジアの諸国と密接な関係を保ってきたと読んだ後に、さあ、じゃあ資料文にそんなことは書いてあるのかな、という。で、これ書いてないんですよ。で、これも注意が必要で、これ読み取り問題なんで、対比としてふさわしいものなんで、 この文章が合ってる間違ってる以前に資料に書いてあるかどうかなんですよ。で、これ文章として明らかに正しいですよね。日本はこれまで東アジアの諸国と密接な関係を保ってきたっていうか、まあ、大体日本が東アジアで密接な関係を保たない時代があるのかっていうツっコみも入れたくなるような文章なんですけど、けど、ここで聞かれてるのは、さこのことが資料文に書いてありますかなんですよ。で、これは書いてないと、まあ、いうことなんですね。 で、こういうふうに、こういうことを言ってください。必ず先に選択肢。で、資料文と付き合わせると。で、そうやって言うとですね、まあ、必ず、え、そんな先に選択肢見るとか邪道じ,じゃないですか。まずは資料読んで意味がわからないとダメでしょうとかっていう人がいるんですけど、この問題はいいですよ。なんでかっていうと、資料文が3行しかないんで、まあ、情報自体がもう少ないことは容易に想像がつくわけですよね。なんだけど、もしこれがね、 資料文がそれこそこれ解説文なくて全部資料文ですみたいな感じになったらこれを頭から読んでじゃあ意味全部取っていきましょうってやったらこれ完全古文とか漢文になっちゃうわけですよでそのことがいいか悪いかどうかともかくとして和瀬省はそれだと絶対時間足りなくなるんですよ最後に文章記述30時控えてたりしますからねまあ今年は30時ですけどでなので選択肢を見てそれが資料に載ってるかどうかっていう形で見ていった方が時間短縮につながるんで まあそのやり方で言ってください。1番は読み取れませんので誤り。2番、日本は南蛮人を通じて東アジア諸国と中継貿易を行っていた。これも南蛮貿易の記述としては正しいですが、そんなことはどこにも書いてないんですよ。ですからこれも誤り。3番、日本は外国人との間で通商関係を結ばなかったため、外国の新しい知識が入ってこなかった。まあ、これも突っ込み入れたいですよね。まあ、例えばこれ、江戸時代の記述だとしたら、まあ、明らかにここおかしいんですけど、けど、 ちゃんと資料文に書いいててあるかかどうか探してくださいでこれもないんですよ。つまり1から3はいずれも仕様に記述がないんで、この書かれてる内容が合ってるか間違ってるかに関係なく誤りです。だここ注意してくださいね。読み取れるものとしてふさわしいものっていう意味で聞かれてますから、読み取れるかどうかを必ずチェックしてください。その際は必ず先に選択肢です。4番。 日本がこれまで外国人との間で通商関係を結ばなかったのは理のあることであったということですね。じゃあ、例えばこういう文章があったときに、これが資料文にあるかどうか探してみればいいんですよ。でそうすると、資料文の2行目なんですけどね。かつて異国人のために風俗を損なわれ、財宝を盗まる。これ、その通行を断つゆえんなりと。と要は 財宝を盗まないこれはあの、ね、金、銀が海外に流出したとかそういう意味なんですけど、でそのことは、まあ、通行、まあ、つまり通商関係を結ばない、ゆえんですと、理由ですと言ってるわけです、ね。で、しからば、ろの一件、まあ、つまり鎖国の一件ということになりますけど、もとよりこれ、大いにぎあり、りあるの務めたり。で、こういうふうに見ていくとね、例えばこのりのあることっていうのが、こうやって出てくるんですよ、りあるとかって言って、あで、ああ、さそうだなってなるんですよ。 で、これが、例えば選択肢見てないと、ギあり、D あるって、これいちいち訳さなきゃいけないけどね。けどこれ訳さなくても、なんとなくこれ読んでいくる分かるわけじゃないですか。通行を立つゆえんなり、あ、結ばなかった理由なんだな、みたいな、こうやって結びついていくじゃないですか。なので、必ず選択肢を先に見てください。4番が正しいと。で、えっ、ー、と、正しいっていう答え方は、 読み取り問題の場合、特に危ないので、自分がこう、やっぱり誤読してる可能性ありますから、必ず最後まで選択肢は検討してください。5番、日本人が外国人のため風俗を損なわれたことはかつてなかった。で、これはわかりますよね。損なわれって書いてあるわけですがここに。ああ、違うなって。いいですね。ということで、5番は5分ということになりますので、答えは4番ということになります。問いの D、河川部派の窓口として当てはまらないものですね。 河川部派は、ね、東アジアのレベルでは貿易や交流は活発であったと、まあ、江戸時代についてとていうことなんですけど、まあ、つまり四つの口に関して聞かれてるんで、まあ、これは一番の新潟であることは地名だろうと当てはまらないものですからね、はい、問いの e「E」「空欄2」と「ほ」に入る「5」の組み合わせとして正しいものはどれかということですけど、まあ、これはもうセットでやるざるを得ないので,でそうした交流の機会の一つが朝鮮施設の来航であると、まあ、朝鮮施設の話ですね もともとこの施設は何と呼ばれ、えー、日本からの国書への対応と豊臣政権による朝鮮侵略の際、日本へ連行された朝鮮人捕虜の返還を起とした施設であったと、まあ、いうふうにありますということですね。まあ、これはもう回答権作鑑詞ですね。これはもう知識問題です。次。 その後この施設は、よしみを通じるという意味の、まあ、これはもう通信士であることは自明ですよね。で、そうすると、それの組み合わせってことになるんで、まあ、2番ですかね、まあ、これが答えになるんですかね。まあ、ちなみに、あの、回答兼作鑑誌が分からなくても、ほが通信士であることは自明なんで、まあ、これで2番と4番に答えが絞られるわけですけど、経過誌はね、琉球関連なんで、まあ、これ違うなっていうんで、まあ、2番が選べれば、まあ、正解にはたどり着けるかなというふうに思います。 問いの F、河川部へに関連して、17世紀末から18世紀前期にかけて、対馬藩の儒者として重要な役割を果たした人物は誰かということですね、河川部へが日本人の学者、文人との交流、まあ、朝鮮通信使と日本の学者、文人との交流ですけど、対、ま、馬、あ、藩の儒者で、17世紀末から18世紀前半なんで、まあ、元禄文化と分かれば一番の雨の森報酬、まあ、当然選べないと困るかなというところですね。 河川部とはその後しばらくして緩和された、日本ロシア関係の緊張状態が解消される契機となった事件の当事者の組み合わせとして正しいものということですね。河川部とですけど、えーと、鎖国の語が使用され始めた頃にロシアとの間で緊張状態が生じたということですから、まあ、レザノフの話ですよね。でそれれれが緩緩和和ささたと。で緩和される。 きっかけとなった事件ということですから、まあ、これは五郎人事件を選べばいいんで、まろ、あ、ううにん、ごろとじゃしてもいいみたいなんで、答えは1番ですね。五郎人と高田屋佳兵の組み合わせということになります。問いの H、河川淵はどこの船を追って長崎湾に入港してきたかということですね。 河川部地の前の河川部とが、まあ、19世紀初頭と考えれば、長崎でも外国軍艦侵入したのは、これ、フェイトン号事件というふうに分かると思いますでまあこれはもうあの注意ですよね、どこの船を追ってだから、まあ、イギリスじゃないですよと、まあ、フェイトン号が追いかけたのはオランダですから、オランダを答えればいいんで、3番ということになります。問いの案、愛、クーラン・リに入ることとしてふさわしいものはどれかということですね。 北方で一時、ロシアとの間で緊張状態が生じたほか、長崎でも軍艦が侵入するなど、何々と呼ばれる状況ということですね。まあ、これ、内遊外患の対外、まあ、問題ですから、まあ、外観が答えいてことになるんで、答えは3番ということになります。問いの J。 河川ブヌを景気に実施された安政の改革について誤っているものはどれかということですけど、河川ブヌがまあペリー来航に関する記述で、そのまあ時期に行われた改革ですね、幕政改革について誤っているものということで、1番、安倍政宏が中心となって行われた、まあ、いいですよね、ペリー来航の時は老中、安倍政宏ですし、今改革やっていることもまあ知っていると思います。2番 徳川成明が幕政に参加した、まあ、これも問題ないと思いますし、分からなかったらまあ保留ですかね、解剖参与になってるんですけど、3番、江戸湾に大気築かれた、まあ、これは多分いいと思うんですよ。で4番、御品江戸海装令が発令された、これは御品江戸海装令が通称条約ですよね、日米修行通商条約。これで、 通称がスタートした後に発令されてるんで、ペリー来航とは関係ないですよね。まあ、だから安政の改革とかって言うとちょっとドキドキしますけど、これが河川部ヌがペリー来航だってことを考えれば、まあ、全然時期違うかなっていう形で、まあ、4番、これが明らかな古文で選べるだろうというふうに思います。はい5番、大船建造の金が解かれた、まあ、これ、武家諸八島寛永令に載ってるやつかね。まあ 解かれたということで、まあ、これはセンターでも出題があります。共通テストなんかでも出されてますから、まあ、問題ないだろうというふうに思います。答えは4番です。大問4番に入ります。未見資料2つですかね。出典見ると素法事伝。まあ、徳富素法ですかね。で、それから徳富緑化、勝利の悲哀なんて、まあ、徳富兄弟の未見資料を出して、まあ、ちょっと考えてみろっていう感じなんですかね。まあ、近代の文章なんで、まあ、読みやすいかなというところあります。問いの A 河川部異に関連する記述のうち、誤っているもの、これを2つマークしなさいということですね。さあ、大門4番から大体2つマーク、これになるわけですけれど、河川部異、明治38年9月5日の焼き打ちはということですね。まあ、これはもう明治38年を、西暦年を置き換えれば1905年ですから、日比谷焼き打ち事件であることは自明だろうというふうに思います。1番です。 これにこうして立憲国民と立憲政友会が憲政擁護の運動を起こしたということですね、まあ、これは5分ですね、まずそもそも日比谷刑事事件と憲政擁護ですから、五憲運動、これは関係ないですし、敬遠時代であることを考えれば、立憲政友会と桂、まあ、太郎内閣ですね、まあ、これ、基本的にある程度連携取ってますから、桂、まあ、内閣を批判するような行動を取らないと考えれば5分ですね、誤っているものを選べなんで、まあ、これを選ぶことになります。2番 東京市およびその周辺に戒厳令が敷かれた。東京市っていうのに引っかかるとは思うんですけど、まあ、基本成分ですね、分からなかったら保留ということになります。3番、警察署、内務大臣官邸、政府系の新聞社などが襲撃されたということですけどね、まあ、分かんなかったら保留してくださいって感じですよね。このこの内務大臣官邸とか言っても、だからって感じですよね。はい、まあ、保留ですね。4番、日比谷公園で開かれた講和反対の国民大会が1位となった。まあ、これはいいでしょう、成分ですから消せると思います。 5番、暴動は各地に飛び火し、全国で70万人が参加する大規模なものとなったということですけど、日比谷野球史事件ですからね、全国に飛び火はしてないんで、まあ、これは明らかな5分で選べるんじゃないかなと思います。答えは1番と5番ということになります。問いの B、河川風呂に関する記述のうち、正しいものを2つマークしなさいということで、河川風呂は国民新聞、正しいものですね、これを2つ選びなさいということです。1番 自由党の機関紙ととして発刊されたということですね、まあ、これはもう明らかに5分ですよね。国民新聞ですからね、国民の友なんで、まあ、これは5分です。2番、娯楽的な読み物に力を入れ、兼有者の作家による活動の場となったということなんですけど、まあ、これは受験生には分かんないかな。はい、まあ、兼有者文学ね、ガラクタ文庫っていうのを持ってるんですけど、まあ、どうなんでしょうね、ガラクタ文庫もちょっと難しいかなっていうところがあります。 3番、1890年に日刊紙として発刊された、まずこの1890年、まあ、これが判断難しいですよね。日刊紙もなおさら難しいですよね。ですからわからないんで保留と。4番、日清戦争後は山形とも桂太郎との政治的つながりを深めたと、まあ、いうことなんですけど。 うんまあ、4番は成文で、5番、えー、日露戦争開戦時に非戦論を唱えた、これ5分なんですよね。でこれは国民新聞、徳富双方ですけど、日清戦争を機に、まあ、国家主義的な考えに転向していったことを考えれば、まあ、4番はまあま、あ山形と桂だもんなみたいな、でまあ、5番、まあ、非戦論唱えるんだったらね、まあ、国家にこのやろうとしていることと逆転ということになりますから、まあ、非戦論ではないと推測つくとは思うんですけど、 またこの山形有友と,とか桂太郎ってこの固有名詞出されるとね、まあ、判断のしようがないですよね、まあ、例えばこれ政府とつながりをかめたとかだったらあまあいいのかなとかって思うんですけど、だから結局そうなると、まあもうちょっと判断のしようがないかなっていう感じなんで、えー、と答え3と4なんですけど、まあ、できななくてていいかなっていかっう感じはします問いのし、河川部派の第一桂太郎内閣の間に起こった出来事として誤っているものを2つマークしなさいということです。 第一勝桂太郎内閣の間に起こった出来事、つまりそれを誤っているものって言われてますから、英、ま、語、あ、は簡単に言えば桂太郎丸一内閣の出来事じゃないものを選べって言ってるということになりますね。で選択肢、まあつつあるわけですけど、1番、日英同盟協約の締結、まあ、これはいいと思いますね。で第一日韓協約これ、日露戦争のまあ最中ですから、まあ、これもいいでしょう、桂太郎丸一内閣ですから、3番、治安警察法の交付ですけど、これはもう明らかに違いますよね、山形有丸二内閣ということですね。 4番、第2次日韓協約の締結、これはちょっと難しいですね、1905年の年末なんですけどで、これ、桂太郎丸一内閣なんで、これ選んじゃだめなんですけど、次の5番、文官任用令の交付がね、これ、勉強しないと思うんですよ、文官任用令、勉強するのは改正と再改正だと思うんですけど、文官任用令改正が山形、と丸2内閣ですから、まあ、そうすると交付はそれの前ですよね、絶対に。 でそうすると、山形2と桂一の内閣の順番を考えれば、まあ、桂一の方が後ろですから、桂一内閣ではないということは、多分判断できると思うんですね。何内閣かは分からないけど、まあ、桂一では絶対ないなっていう,っていうまあ考え方で、5、ま、番、あ、も誤り、だから答えは3と5ということになります。えちなみに、文官任用令の交付は1893年、伊藤博文丸院内閣ですけど、これは暗記の必要はないですね。受験日本史では覚えなくていい知識だということになります。 問いの D、下線部2の第一伊藤博美内閣に関する記述のうち、正しいもの、これを2つマークしなさいということですね。伊藤博美丸一内閣、正しいもの、これを2つと。またあれですね、内閣図例のチェックみたいな感じになるんですかね。まあわかりませんけどね。1番、保安条例を交付し、多くの在京の民権派を東京から追放したということですね。まあこれは保安条例に関しては成分で、まあ伊藤博美丸一内閣ですからね。まあ良さそうです。成分ですから、まあこれ選ぶんですね。 2番、文官任用令を改正し、高級官僚に資格規定を設けたんですけど、これはまあ違うのは、先ほども解説しました、問いの C と同じですので、2番は消えます。3番、皇室事務や家族の管理を担当する宮内省を閣外に設置し、伊藤が宮内大臣を兼任したんですよ。で、これなんですよね、これ、よく勉強してる人がね、実は地味に間違えるんじゃないかという。 宮中府中の別という慣習があったことを考えると、伊藤博文内閣ですから、まあ、当然伊藤博文が首相なんですけど、その首相が宮内大臣を兼任するっていうのはありえないんじゃないかみたいな形で、これね、多分5分判断する人,人、受験生の中に結構いると思うんですよ。ただね、これね、成分なんです、これ、合ってるんです実はあの。伊藤博文は、この時宮内大臣を兼任して、いろいろその宮中と府中の、なんていうんですかね、こう境をこう作って、 でそれ以降、伊藤宮内大臣をこれ辞任した後は、基本、宮中不中の別なんですよ。っていう経緯があるんで、まあ、だから、これ実は受験生はね、あ5分だ、ラッキーとかって言って、答えがあ違うな、これみたいな感じで、次ってなると、まあ、間違えるんですけど、まあ、次のスライドで選択肢の4と5を解説するんですけど、これね、4と5を見れば、3が成分だって気づけるんですよ。まあ、ということで、ちょっと次のスライドいってみましょう。4番です。 議員法、衆議院議員選挙法、貴族院令を交付したってことですけど、これは2つ目の衆議院議員選挙法の交付、これから黒田清隆内閣だと分かりますんで、伊藤ではないと。5番、外相睦宗光によって、日英通商公開条約の調印が行われたということで、これは領事裁判権の撤廃ですから、伊藤博文丸に内閣の出来事なんで、これも誤りなんですよ。で、こうやって4と5までちゃんと目を通せれば、 2 4 5が明らかなな文んで、すよでそうすると、まあ、よく分かんないけど、3番が成分なんだろうなということで、1と3が正解ってなるんですよね。だから、この問題、まあ、作文者の立場から言うと、実はあんまり良くなくて、例えば3番をあよく分かんねえやって言って、まあ、保留した受験生は多分これ正解できるんですよ。ところが、3番をなんか、宮中府中の別とかと一生懸命考えた 受験生は、うん、違うに決まってんじゃんみたいな感じで、で例えば、まあ、3番違うとかっていうふうに、まあ、やると、まあ、ちょっともう分かんなくなっちゃうなみたいなところがあるんで、まあ、問題の質としてはあんまよくないんですけど、けど、まあ、個人的な立場から言わせてもらうと、2と4と5っていうのは明らかなこ分、基本的に正誤問題はやっぱり5分、誤ってるとこ探しですから、まあ、1番と3番が正解とたどり着けるだろうという、まあ、一応そういう解説にしておきます。 問いの河、e、川部補の人物に関する記述のうち、正しいものを2つマークしなさいということですね、河川部補の人物は小玉源太郎ですね、これに関する記述、正しいもの、しかも2つマークしなさいということですね、受験生が小玉源太郎をどこまで知ってるのかっていう話がありますが、1、日清戦争時、陸軍大臣を務めたということですね、まあ、これはもう判断不能ですね、もう受験生には分かるわけないんで、まあ、首相だったら分かりますけどね、ちなみにこれ、5文で大山イファーなんですけど、まあ覚える必要は全くないです。 2番、台湾総督を務め、民政局長に後藤新平を起用したということですね、まあ、これはいいですね、これは知識として覚えておいてほしいですけどね、えー、とちなみに、小玉源太郎はです、ね、これ、陸軍の軍人ですね、まあ、あの結構、長州罰の中では重用された人物なんですけど、3番、日露戦争時、満将軍総参謀長を務めたということですね。 司馬遼太郎のね、坂の上の雲でも読んでれば分かるんでしょうけど、まあ、これ、成分なんですけど、まあ、判断不能ですね。だからもうこの時点、ちょっと雲行きが怪しいんですけどね。4番、伊藤博文の後継として立憲政友会総裁となったということなんですけど、まあ、これはもう誤りですよね。伊藤博文の次は西洋寺金持ちですから、これは消せますとで。5番、南満州鉄道初代総裁に就任した。これは誤りですよね。後藤新平ですから。だから4と5は消せます。 でそうすると、まあ、2は自明なんですけど、1と3で迷うのかな。まあ、なんで、まあ、できなくていいです。答えは2と3なんですけど、間違えてやむを得ないというふうに思います。まあ、悪文の類いですかね。はい。問いの F。河川部、への両道半島に関する記述のうち、誤っているものを2つ、マークしなさいということで、両道半島、誤っているもの、2つということですね。 1>, 1番です、ロシア、フランス、ドイツによる返還勧告により、真に返還された、まあ、これは三国干渉の地名の成分ですかね。2番、ロシアが半島の南部にあたる旅順大連地域を真から咀嚼した。これ、いい問題ですね。半島の南部、ロシアが咀嚼したのは、両東半島全部ではないんですよ。旅順大連だとかなんで、まあ、半島の南部、これ、成分ですね。これ、押さえておいてくださいね。 ロシアが咀嚼したの両党半島ではないですからね。旅順大連ですからね。半島の一番南のところですからね。はい。で、3番です。ロシアの旅順大連地域の咀嚼権を日本が譲り受けた。まあ、これはいいですよね。関東州になりますから。はい。1から3までは成分地名で消せるんじゃないかと思います。で、そうするとまあ、4、5が答えなんですけど、4番。 両順の関東総督府が大連に移され、関東都督府とされたということなんですけど、受験生、関東総督府は知らないと思うんですよ。まあ、関東都督府の前身にあたる組織なんですけど、それが分からなくてもです、ね、関東都督府は大連ではないんですよね。こ置かれたのは両順なんで,で、気をつけてくださいね。満鉄は大連に置かれてますんで、でここら辺ちょっと細かいですけど、和さん、小学部だったらできなきゃいけませんから、はいで、誤りです。大連に移されっていうところで、まあ、関東都督府大連じゃないよで、誤りなんで選ぶと。 5番、21か条の要求により、租借の期限を50年間に延長したんですけど、これは50年が99年の誤りですから、まあ、5番も5分ということで、答えは4と5ということになります。問いの字、河川部とに至る記述に関して正しいものを2つマークせよということで、河、え、川、ー、部とか日露戦争ですね、これに至る記述として正しいもの、これを2つマークしなさいということで、1番、対路同志会は、対外交同志大会を開催して、対路強硬論を主張したということなんですけど、 まあ良さそうですけどね。まあ分かんなかったら。まあここら辺の表現ですよね。なんだろうと思ったら、まあ保留してください。2番。結成された平民者は日韓平民新聞を発刊し、日露棋戦論を展開したということですね。これなんかね、よく読まないと、あ、成文化みたいな。まあ平民者が平民新聞、日露棋戦論ってなるんですけど、ここにね、日韓ってあるんですよ。で、これをね、 読み落とさないででしいいんですよ。というのは、えー、とこれ、正確に言うと週刊新聞なんですよ、だからこれ、誤りなんですよ、で、そんなことを覚えてなくていいんで、あれ、平民新聞って日刊なんだっけなっていう、で、あ分かんねえやって言って保留できるかと思いますこの問題はまあここがポイントですね。だからこの日刊っていうのを、気がつくかどうかなんですよ、で、それはちゃんと選択肢、じーっと吟味してるかどうかって感じです。 だから保留しましょう。まあ、これ、語文ですけど、まあ、受験生には判断できないんで、判断できないと思えるかどうか、つまり気がつくかどうかなんですよ。はい。で、3番です。与謝野晃子は太陽に君しに保うことなかれを表題とする反戦心を発表した。これは誤りですね。雑誌名星なんで、これは誤りということになります。4番。富津ドラ長博士は、太陽強行論の意見書を桂太郎首相、小村寿太郎外相らに提出したということですね。 この7博士が大路京子論の意見書を政府に提出したことはまあいいと思うんですよ。問題はここですよね。桂太郎首相と小村寿太郎外相で、まあ、当時ね、桂首相ですから、桂に出すのはわからなくはないんですけど、これは小村寿太郎外相ってついてると、受験生がすると何なんだよみたいな感じになるんで、まあ、ここを引っかか,かればまあ保留すればいいんじゃないですかね。はい。で、5番。 時事新法に勤めていた内村鑑三は、同志が主戦論に転じると、非戦論の立場から同者を去ったと、まあ、いうことですよね。でそうすると、まあ、これ、時事新法というのがもう明らかに違う。これはまあよろず重宝の誤りなんで、まあ、これは消せると思うんですよ。で、そうすると、まあ、表現が微妙によくわからない選択肢、1、2、4が残るわけですね。で、日韓かどうかは、もうこれ、判断のしようがないんで、まあ、これはもう分からないですよね。 でそうすると多分多くの受験生が、まあ、よく分かんねえけど文章表現のだから例えば「小村」って入ってんなとか。 これはまあ、教科書に載ってるんで、多分いけると思うんですけど、まあ、4番、なんとなくなんか、小村寺だろうって書いてあるけど、まあ、桂太郎、マルチ大学の外相だし、まあ、提出されたんじゃねみたいな感じで、1と4、多分選ぶ受験生多いと思うんですね。ただ、まあ、一応、ややなんという形にはしてあります。はい。だから、1、2、4で迷ったのであれば、まあ、仕方ないかなっていうところは、個人的にあります。 問いの河川口に関連して日露戦争に該当しないものを2つマークしなさいということですけど、日露戦争に含まれない、まあ、選択肢を見れば戦争だっていうのがわかるので、それを2つマークしなさいということなんですね。これね、問題不正率ですね。で、多分受験生が判断できるのは2と4だと思うんですよ。公典回線と両用の回線。まあ、両用の回線もまあ細かいかなという感じなんですけど、でまあ、3のピョンヤンの戦いは日露戦争がどこで戦っているかが大体わかれば。 まあ基本的にはね、両東半島の領順とか、その、ま、北の満州で戦ってるわけですから、なんとなく分かると思うんですけど、でね、これ、大学は何したいかというと、これ、5番の黄海海戦っていうのは日清戦争だよねっていう。で、黄、まあ、海海戦、これ、そこそこ有名なんですよ、清の北洋艦隊っていうのをまあ降伏させたっていうのは結構有名な話なんで、なんだけど、これ、実は問題、不成立なんですよ。というのはこれ、日露戦争にもですね、黄海海戦ってあるんですよ。 本当かよと思う人は、まあ、今回回線で打ってみてください。あの、o g l e でウィキペディアとか出てきますから、普通に。で、そうするとですね、問題の設定は日露戦争に該当しないものだから、これ該当しないものはですね、3番しかないんですよ。1番の応力校の戦いはこれ普通にあるんで、まあ、だからそうすると、答え2つ選べと言われてるのに、1個しか答えがないわけですね。3番しかないわけですから。まあ、これは問題不成立ですね。 でこれ寸大な方法はですね5番間違いだよみたいな感じで、まあ、要は該当しないよって言って解説してるんですけど、これはね、まあ確かにそうなんだけど、事実としては、航海海戦は、まあ、日露戦争期の戦争にも該当しますから、これはもう答えにはりたならないんで、3番しかないんですよ。ってことは、これは問題不成立なんですね。はい これ、回答速報だと、河合塾が最初に指摘してますけどね。まあ、あの、多分受験生は、まあ、よく知ってる受験生だったら3と5選んでるんでしょうけど、まあまあ、問題不成立だということで、だから、まあ、これはできなくていいですね。はい。問題不成立の問題を、まあ、解く必要はないですから。はい。ということになります。問いの愛。河川ぶりに関する記述のうち、誤っているものを2つマークせよということですね。河川ぶりは、講和談判とかって書かれてますから、これ、ポーツマス条約ですね。で、これに関して誤っているものを2つと、まあ、いうことになります。 1>, 1番、日本はロシアから東進鉄道南部線のうち、長春から大連間の鉄道と付属権益を譲り受けたということなんですけど、んまあ、ちょっと悪問っぽい気もしますけどね、これ5分なんですね。というのは、長春大連間ではなくて、ですねこれ長春旅順間なんですよで。これはね、ポーツマス条約の資料対策すれば、これ旅順空欄になるんで、これを覚えなきゃいけないんですよ。っていうところから、ここね、誤りだと気づけると思うんですね。はい。2番。 ロシアは沿海州とマメア海峡における日本の漁業権を認めたんですけど、マメア海峡が誤りであることは多分、受験者は気づくと思うんで、これは選べるかなと。3番、日本は賠償金の要求を放棄したということですね。これは自明ですよね。4番、ロシアはサハリン島の北緯50度以内の超党を認めた。まあ、これもいいですねで。5番、ロシアは日本の韓国に対する指導監督権を認めたということで、でこれも多分いいと思うんですよ。で、結局、これね、3から5が全部消せるんで、 まあそうすると、1番と2番だなという、まあ、だから消去法で正解にたどり着いてもらえればなと思います。答えは1と2ですね。これはできなきゃいけないと思います。問いの J、河川部のに関する記述のうち、日露講和条約調印以後の出来事として、正しいものを2つマークしなさいということで、まあ、日露戦争より後っていうざっくりした見方でもいいですし、まあ、ポーツマス条約の後だっていうのでもいいです。正しいものを2つ選びなさいということで、まずポーツマス条約ですけど、1905年のまあ9月ですね。 で、そうすると逆に考えると、それより前は消しちゃえばいいってことになります。1番、社会主義協会に対する結社禁止命令ということですけど、結社禁止命令わかんないですね、多分ね。あの、社会主義協会成立だったらね、社会民主党の前ですから、あ,あ日露戦争前だなっていう、あだから違うかなってなりますけど、まあ、結社禁止命令がね、いつ出たかわかんないんで、まあ、保留ですよね。で、2番、UI 会の設立。あ、これは良さそうですね。1910年代なんで、 日露戦争よりも後ですから、だからこれは選ぶんですね。3番、平民者の解散ですね。<laughs> これも分かんないですよね。平民者の成立時期は日露戦争の直前ですよね。これはいいと思うんですけど、解散時期は分からないんで、保留ですね。まあ、ちなみにこれ1905年の10月で、まあ、1905年の9月より前は消せるけど、あとはってことなんで、まあ、これ実はこれが答えになるんですけど、まあ、それはちょっと次のスライドを見てから確認しましょう。 4番、労働組合記載会の設立です。これは1890年代なんで消えます。5番、社会主義研究会の設立。これも1890年代。まあ、ここら辺いいと思います。社会民主党の前身になるんで、わ、まあ、かると思うんですよ。日露戦争前だっていうのはいいと思うんで、消せますで。そうすると結局、1の社会主義協会に対して結社禁止命令か、3番の平民社の解散か、まあ、これで受験生はさあどうしようかなって感じになるんですけど。 当然、その決社禁止命令とか解散の時期っていうのは、これ知らないんで、もう何か推測するしかないんですよね、でそうすると、社会主義教会と平民社で、どっちが先に成立したかっていうと、こっちのが先に成立してるんですよね、社会主義教会成立のあと、これが社会民主党に発展しますから、で社会民主党の成立は1901年とか、それは知ってると思うんで、で一方の平民社これ、もう日露戦争の直前なんですよね。だから、3の方が成立が遅いんですよ。 でそうすると、まあ、普通に考えると、まあ、その後との決死者禁止にしても、解散にしても、まあ、当然、成立は後になりますから、成立が遅い方がまが、あ、正解だろうなっていうふうに、多分判断すると思うんで、まあ、そうすると、まあ、平民者の方が遅いですから、3選ぶと思うんですよで。そうすると答え2と3で、これ答えになるんですよ、実は正解になるんですよ。ってことなんで、まあ、要は多くの受験生がきっと勘で3選ぶだろうな。 っていう風に私は判断しますのでこれはっきり言うと難しいんですけどまあ、多分正答率はそんなに悪くないと思うんで一応ややなんという表現にしてありますはい、答えはニトさんです大問5番に入ります近代経済史ですね例年通りの出題です問いの A 下線部 E に関連して明治期の免業について述べた文として正しいものこれを一つマークしなさいということですね明治期の免業宝石業と免売り物業これについて正しいものを1個ということです 1>, 1番、1890年には、面子生産量が輸入量を上回り、海外市場でも競争力を確立したということなんですけど、えー、っとね、まあ、ここはいいんですよ。合ってるんですけど、生産量が輸入量を上回ると、海外市場で競争力が確立するかって、これね、国語できる人は違うに決まってんじゃんってなると思うんですよ。いや、ここが輸出だったらわかるけどなっていう話なんですよね。で、つまりこれ、5分なんですよ。 海外市場で競争力を確立した。これが誤り。要は1890年の事件でそんなことは言えないんです。あくまで生産量が輸入量を上回っただけだから。まあ、ただね、これは難しいでしょっていうことなんで、まあ、わかんなきゃ保留ですね。はい。まあ、海外市場で競争力を確立したかどうか、これ判断できないですから、受験生そんな知識ないですから、まあ、国語力があればわかるんですけどね。まあ、誤りだなっていう感じなんですけど、まあ、置いときましょう。2番。 渋沢栄一らが設立した大阪宝石は、上機関、国産宝石機を利用して成功を収めたってことなんですけど、これはやっぱりですね、輸入宝石機なんで、これは明らかなやっぱり三3番、国内面織物は安価な輸入面紙の利用などにより、輸入面織物に対抗し、市場を回復していった。えっ、ー、とね、この、ね、問題はね、山川の小説日本史の記述に異挙しながら作ってるんですけど、これ山川の小説日本史にはこんなこと書いてあるんですよ。 需要があることで、まあ、要は、その、メゴにもって原料が面紙ですから、それが面紙の需要を復活させると。で、そのことが、実は、ある程度、日本で貿易業が発展していく背景になったということが書いてあるんですよ。で、そうすると、安価な輸入面紙の利用っていうのは、ここおかしいんですね。まあ、だから、これ、教科書を読み込んでれば、誤りだっていうのは気づけると思うんですね。4番。 大宝石会社の設立が進んだが、国内面子市場ではガラボの優位が続いたということなんですね。これは誤りですね。ガラボの優位が続いたっていうのが、まあ、間違いであることは分かると思うので、まあ、4番。これは地名の部分で消せます。5番。日清戦後になると、多くの大宝石会社が、力勝機を利用して、織布、これを敬遠するようになったということなんですけど、これはね、山川の小説に欲しい、これ、記述あるんですよ。なんで、まあ、簡単に言うとですね、 教科書を中心にに勉強しててますかってことになるんで、すよで個人的にはこの問題は5番が自明の成分だよねって、教科書にちゃんと書いてあるよねって、読んでるよねって、わしは小学部受けるんだもんねっていう感じなんで、一応ややなんっていう表現にしてありますでね、これ逆に、まあ、ちょっと別に批判するつもりは全くないですけど、あの、より美の先生とか学校の先生のオリジナルプリント、でしかも、まあ、そのオリジナルプリントがですよ、 教科書に準拠してればいいんですけど、まあ、往々にしてそうじゃないケースってのは結構あるんですよ。で、逆にそういう教材使ってると、教科書読まなくなっちゃうんで、でそうすると、これ多分ね、5番が正語判断できないんですよ。で、そうすると、すっごい難しくなっちゃうんですよ。1番もよくわかんないですから。なんだけど、やっぱね、受験日本史のまあ、学習の中心って、やっぱ直前期は教科書なんですよ。で まあ我々指導者っていうのは、やっぱりね、教科書を読めるように指導していかなきゃいけないですね。まあ、これはもう受験生が聞いてるんで、まあ、あのこんなこと皆さんに言ってもしょうがないっていう部分があるんですけど、だから、受験直前にちゃんと山川の小説日本史とかに目を通していれば、ああ、あったなっていう感じで、これも普通に成分って選べると思うんですよね。なので、まあ、繰り返しになりますけど、かなり難しいですけど、ややなんという表現にしてあります。そのやや何にするっていうのは、いや、教科書に書いてあるじゃんって、まあ、いうことなんですね。 はい、いずれにせよ答えは5番ということになります。問いの B、河川風呂に関連して、明治期の兼業、製紙業と木乗り物業について述べた文として、正しいもの、これを一つマークしなさいということですね。明治期の製紙業と木乗り物業、正しいものですね。これを一つということで、1番、日本のキーと輸出は急速に拡大し、明治末にはフランスに次ぐ世界第二のキーと輸出国になったということですけど、これは誤りですね。中国において世界最大の輸出国になってますので、これは消えます。 2番、機械製紙の技術は、群馬などの旧ザクリ製紙体を中心に広まっていったということなんですけど、うーん、多分ね、受験生これ成分にしちゃうと思うんですよ。で、これね、語文なんですよ。何が違うかっていうと、これ群馬が誤りなんですよ。で、えっと思うじゃないですか。富岡製紙場とかあるじゃねえかみたいな。けどね、これね、 山川の小説日本史の302ページ、これ本文読んでもらえばわかるんですけど、長野や山梨って書いてあるんですよ。でっていうところから誤り。で、まあどうなんだっていう感じですよ、正直。判断難しいかなって思うんですけど、これね、2番で、あ、成分だなって、まあ、思ったとしてもですね、これ実は、 この後ね、選択肢全部吟味していくと、あ、答え4番だな、しかも自命だなって分かるんで、まあちょっと待っててください。3番、政治工場は低賃金、昼夜2交代という厳しい労働条件のもとに置かれた。これは昼夜2交代が、防災企業の話なんで、これ3番誤りということになります。4番、日本のキーという質は、アメリカ市場に対する依存を強めていったっていうことなんですけど、ね、いや、これも自命の成分じゃないですか。違和感全くないと思うんですよ。 だから、答え4番なんですよ。で、そうすると、この問題のポイントは何だったかっていうと、結局、2で解き終えないことなんですよ。ちゃんと全部最後まで見ようねっていう選択肢を。で、これは、ちょっと早稲田の小学部受ける人は押さえておいてほしいんですけど、ちなみにここでしか言ってませんから、早稲田の小学部の対策のところでは言ってませんから、まあ、これ聞いたものがラッキーっていうことで、あ良よかったなと思ってください。 わさの小学部、例えばこの大門語番の問いの A とか問いの B、まあ見ればわかるんですけど、これ山川の小説日本書記術をまんま抜いてきて文章を作ったりするんですよ。で、そうするとね、まあやっぱり正直、指導者からすると、いや、そこは聞かねえだろっていうようなとこ聞くわけですよ。だからさっきのね、まあ群馬などが違いますと、山梨や長野ですって、ええーみたいな感じじゃないですか。まあだから、けどこの問題って、 ちゃんと最後まで選択肢見れば、あ、答え4番だなって分かるんですよ。いや、つまり、和瀬省は、選択肢は、自分が、あ、これ2番答えだなと思っても、最後まで必ず見てください。で、そうすると、あ、あれ ?4 番の方が明らかにいいっていうふうになるんで、だから必ず和瀬省は、自分が、答えもう1番自明かなと、と誤りだと思っても、ちゃんと5番まで見てください。全部。 これすると多分他の人と差をつけられますんで。はい。5番。キーと原料として国内市場向けのハブタイ生産が盛んに行われるようになったってあるんですけど、これも小説4章302ページに影響した記述で、これ国内市場向けじゃないんですよ。国外向けなんですよ。だからまあ誤りってことなんですけど。 でただね、これ、河合塾さんが分析してるんですけど、これね、国内市場向けのものも、明治期には行われてるんですよね、明治末になると。だからこれね、厳密には5分間言えないっていうような気がするんですけど、まあ、けど、これね、受験生の基本知識として、4番が、まあ、明らかに成分なんで、まあ、答えは4番ですね。いや、これはできなきゃいけないですね。はい。選択肢を最後まで読むっていうことがポイントです。問いの C 河川部派に関連して、清少と払い下げられた鉱山との組み合わせとして正しいものを一つマークせよということなんですけど、一番の高島炭鉱、これは三井じゃなくて三菱はいいと思うんですよ。で、二番の別紙銅山、住友家の経営なんで、もう三菱じゃねえっていうのもいいと思うんですよ。それから五番の足尾銅山、これは久原ではないですよね。古川財閥なんで。で、まあ三と四なんですよ。でね、多分四が分かんないと思うんですよね。住友じゃなくて三菱なんですけど、 なのでこれはできなくてもいいです。3と4の判断で迷って、まあ例えば4選んじゃったっていうならやむを得ないと思います。答えは3番です。問いの D。河川部2に関連して日露戦後の重工業について述べた文として誤っているもの。これを1つマークしなさいということですね。日露戦争後の重工業を誤っているものです。1番。三菱造船所などの造船技術が世界水準に追いついたということなんですけどね。 うん。まあ、いいんじゃないですかね。まあ、日露戦争後かどうかが自信がなければ保留してください。2番。八幡停鉄所は安価なタイエ鉄山の鉄鉱石を原料として生産規模を拡張したということですね。まあ、生産規模の拡張なんでね、これが設立されたとかなるとね、日露戦争の前ですけど、まあ、生産規模拡張なんで、まあ、問題ないかなと。わ、まあ、かんなきゃ保留してください。3番。池外鉄鉱所が世界水準の精度を持つ船番を完成させた。まあ、これはいいと思います。はい。4番。 日本製工所など民間の鉄鋼メーカーが相次いで設立された。まあ、日本製工所はね日露戦争後ですからまあ問題ないだろうと、まあ、いうことですね。5番、造船業振興のため、兵庫造船所を三菱に払い下げた。これがまあ明らかに誤りですかね。和瀬省ならできなきゃいけないでしょう。兵庫造船所の払い下げ先は川崎財閥なので、はい。ということで、答えは5番ということになります。問いのいい。 河川部補に関連して述べた文として誤っているものこれを一つマークしなさいということですね河川部補は日露戦後の経済状況というところに線が引かれています1番原料繭が国内で自給されたため製紙業は最大の外貨獲得産業であったということですねまあこれは成文で自明ですね誤っているものなので消します2番貿易赤字を外債募集による資本の受け取りで補うという構造が成り立たなくなっていったということですね これ何言ってるかっていうと、もうすでに外国から借金してんだから、貿易赤字を外債募集で、まあ、補うことはできないよねっていうことなんですけど、だからまあ当然、成分なんですよ。な、ま、ん、あ、でかというと、日露戦争の借金がありますから、なんだけど、もうこれは意味が分からなければ、まあ、保留してもらえればいいかなというふうに思います。3番、免業部門は、免貨輸出の増大によって、外貨獲得産業に転換していったということですね。まあ、これは明らかに誤りですよね。 要は、綿輸質が増大しようが、一番綿業の原料、綿花なんで、これ、インドとか中国、アメリカなどから輸入してますから、まあ、外貨獲得産業には転換していないことは分かると思うんですよね。一、ま、致、あ、との対比でね、3番の誤りには気づくと思うんで、答え3、選べるだろうと思います。問いの F、下線部への空欄 A から C に該当する語句の組み合わせとして、正しいものを1つマークしなさいということですね。 選択肢を見るとね、解禁とか禁止とか、上昇下落、まあ、円高円安ってことなんでしょうけど、歴史用語じゃない、まあ、言葉を空所補充させて、経済ちゃんと理解してますかっていうのを問う、まあ、早稲田の小学部の、まあ、これはいい問題だと思いますけどね。さあ、で、クーラン A から C は、高橋財政権のところで出てきますね。犬養毅内閣の大倉大臣、高橋湖歴夫は就任後直ちに金輸出をどうしたかということですけど、まあ、これは再禁止なんでね、クーラン A は禁止ですかね。 で、そうすると解禁は全部消しちゃえばいいんで、もう選択肢2と5ですね。どっちかってことになるんですけど、まあ2と5の判断、そんな難しくないかな。例えば、まあ C が分かりやすいですかね。アジア市場に何の輸出が伸びましたかって、まあキートではないですよね。キートは基本アメリカなんで、まあメインオーリーものかなという形で5番とやってもいいし、まあやっぱりこの B を入れたいですよね。 輸出が大幅に増えてるんだから、輸出が増える為替相場の変動はまあ当然、円安ってことになるので、まあ、要は輸出が増大っていうところから円安と判断できますし、まあ、高橋財政の、ね、やっぱ基本政策として、円安に誘導してねで、そのままそれ放置したっていうのはまあやっぱり知識としても抑えておいてほしいということになります。まあ、BC のどっちかが判断できれば、消去法で個体5番ってことになりますから、これは正解したいですね。まだ、まあ、そんなに正当率も低くないと思いますんでね。はい 問いの G、空欄等に該当する国を漢字にじてということですね。日本は先進資本主義国の中で最も早く強皇から脱出することに成功したと、まあ、これは昭和強皇の話ですけどね。と、非の継続的な増加は、まあ、機械や金属など重工業ってありますからね。まあ、時期も考えれば満州事変で軍事費っていうのは入ると思います。問、はいトイの H から問いの J まで3問全部やります。トイの、H、が空欄地 で、問いの i が空欄理ですかね。これはそれぞれ漢字2文字。で、問いの j が空欄に該当する社名、漢字用字ということですね。日産コンツェレンはというところですね。で、国外に拠点を移して、えー、どこの重化学工業を支配下に置いたかなんで、満州重工業株式会社知ってれば満州とわかあります。次、日日日はとありますので。 水力発電による価格込みの後ですから、まあ、これは挑戦だろうと。まあ、ここら辺は基本知識ですね。鉄鋼業では官民の大合同ですから、日本製鉄会社なんで会社が出てますから、日本製鉄が正解ということで、まあ、いずれもクーラーの前後から締めだろうと思います。